皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。新年度が始まって1ヶ月が経ちました。公立高校の入試からは2ヶ月経ったんですけれど、次に受験する皆さんのために今年の公立高校の受験どんなだったのかというのを数字で確認しておきたいと思います。令和5年、静岡県公立高校の入試結果、これ全日制のものだけなんですけれど、つまり定時制とか、ね、単位制の高校はちょっと入っていないんですけれど、この全日制のものだけをこれ表にしてみました。こちらが一般選抜、こちらが再募集、このようになっています。まず一般選抜を行った学校は90校ありました。で、募集定員は 18,598 人、これに対して志願者数は 19,151 人、でも実際に受験した数はこれより少し減って 19,024 人でした。で、合格者数が 17,775 人ということで、不合格になった方が 1,249 人いたんですね。これをもとにした実質の倍率は 1.07 倍、このようになっています。再募集ですけど、再募集を行った学校は47校です。募集定員は953人だったんですけれど、志願者数はずっと少ない62人で、実際に受験した人も62人でした。そして合格した人54人で、8人の人が不合格になってしまいました。これを元にした実質の倍率は 1.15 倍、このようになっています。各科目の平均点も見てみましょう。平均点、国語5教科の中で一番平均点高かったんですけれど、これが 33.55 点、数学は 26.15 点、英語が 27.25、 社会が 30.33、 理科は 25.64、 このような平均点になっています。このことから結構国語は皆さん取れて、理科が難しかったなって、これも分かりますよね。そして5科目合計の平均点は 142.92、 このようになっていました。それからもう一つね、次に受験する皆さんに知っておいてほしいことがあります。で、内申点、この合計なんですけれど、内申点って5段階評価で9教科ですよね。ですから、真ん中は3、3が9つだったら3区27、じゃあ27がちょうど真ん中くらいかなって思っちゃうんですけど、違います。静岡県の内申点の平均ですね、9教科の合計の平均、これは32点くらいなので、このことも一応ね覚えておくと、これ入試の時自分がどのくらいの位置にいるかなっていうのが分かるのでいいと思います。今回は静岡県の公立高校の入試結果の数字から、ね、皆さんに次の入試どんな勉強をすればいいかってね、このことをちょっと考えてほしいと思って動画を作りました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。